いちごの美味しい季節ですねそうですね <laughs> 私の言い方が悪かった <laughs> え毎年この時期はいちごのスイーツやらお菓子が出回って甘党の私はテンション上がるにゃって書いてないんだけどテンションが上がりますはあ、<laughs> なんか私がおかしくない、ね、今週 <laughs> 突然の、はい、えですが 男一人であ男だったのね男一人でスイーツなお店に入ることに抵抗があるため <laughs>、うん、コンビニでよくスイーツを買いますほ<う>最近のコンビニは便利で本当に助かります <laughs> コンビニは昔から便利だよ <laughs> 利 <laughs> 最近のコンビニは便利でね <laughs> 昔から便利だよ <laughs>、うん、えー、お二人はコンビニスイーツは買いますかこれが好きとかおすすめがあれば教えてほしいです買う 私も買買うう何の私はねローソンさんでだいたいエクレアを買いますあらおしゃれあのねエクレア好きなのカスタードクリームが好きなんですよあそうなのでねカスタードでも普通のシュークリームじゃなくてさらにチョコがかかってるんですエクレアって知ってた知ってたよすごくないすごいチョコとカスタードの組み合わせって最高じゃない生クリーム入ってるのとかもあるよねでも生クリームはいらないのあそううん

私スワマ好きじゃん。知らないけど。そうかも。食べ食べてるの見たことあるような気もする。スワマみたいな三色団子も買うし、三本も入って百円なんだよ。ねえ、あとはみたらしも買うし。美味しいよね。そうあん団子と迷う時もあるよね。でもさ、最近のコンビニってさ、団子売ってなくない？売ってるよ。売ってないよ。売ってるよ。うちのケンジのコンビニ団子全然売ってないよ。ダメ。 ダメ言って言えばいい言ったら売ってくれる団子入荷してください団子 <laughs> <ゴ>うまい団子さん兄弟 <laughs> やったね <laughs> バンバン <laughs> バンバン違う曲だしてくのやめよう <laughs> <laughs> すいませんでした私もだけど <laughs> <laughs> すいませんでした魚ぎっちゃうからね頭をねはい <laughs>